どうも、なおちんです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。今、スキル厳選をやってまして、魔導の極意を出そうとしてます。しかし出ない。本当に出ません。10時間以上厳選してるんですけども、一度も出たことはありません。出すのが難しいっていう、万能ハイブースター。あれはね、何回も出るんですよ。あれは出る。でも、魔導の極意が、本当に存在してるのかって思うぐらい出ないですね。で、まあ、X を見た感じでは、出てるっていう報告があるので、まあ、間違いはないんでしょう。で、新しい情報で、今まで魔導の才能、あれから変化するものと思ってやってたんですけども、報告に上がってるのが、不屈の闘志。不屈の闘志と、闇無光、光無光、ここから出たっていう報告が出てるんですよ。なので、ちょっとこの闇無光、光無光、あと不屈、そこら辺から出そうとやってみようと思います。本当に出るのかな?で、魔導の極意ですけども、継承できるっていう人と継承できないっていう人がいるんですよ。これどっちかわかんないんだよね。でも、まあ、もしも継承できなかった場合のことを考えて、ルシファーに、つけたいと思います。もう他のやつにはつけずに、ルシファーにつけていく。なので、素材となるペルソナにはちょっと、手を加えました。で、魔導の才能でしょ?で、不屈。で、闇無光、光無光。で、この、疾風反射とか、打撃反射、このあたりでもいいのかなと思うんですよね。まあ、とりあえず、このセットで、変化をさせていきましょう。魔導の才能は多分違う。ルシファーだったら、インフェルノと、万物流転と、ダイヤモンドダスト。この3つを覚えるので、まあ、この3属性使えますよね。うん。雷も欲しかったんだけども、それは覚えないから仕方ない。お、反射が来た。どうだ?あ、違うわな。頑張ります。3つ来た。これは来るんじゃない?ハイブースター、不屈、闇無光。そろそろ来て、もう本当にきつい。どう?違う!勝利の雄たけびが初めて出ましたね。万能ハイブースターから変化して、勝利の雄たけびになるっぽいです。5時間やりましたけども、一度も出ない。昨日と合わせて、多分16時間、17時間ぐらいやってると思うんですけどね。一回も出ない。これはなんかおかしいよね。なんか、必要なアイテムとか条件があるんじゃないですかね。じゃないと、ちょっとこれはおかしい。うん、満月じゃないといけないかなと思って、今日は満月で試したんですよ。満月で5時間やったんだけども、いや、意味がない。全く出る気がしないな。何か、トリガーがあるのかもしれないですね。なんかそれを疑うぐらい、本当に出ません。まあ、とりあえずね、まだ挑戦してみますけども、今日17時間経過したところで、一度も出てません。何か情報知ってる方いれば教えてください。いや、本当に、これは辛いぞ。ということで、また頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。